間違った筋トレしてないかな。余計な筋トレして正しい弾き方を邪魔する筋肉つけちゃってたら、もしかして逆効果かも。脱力を意識したハノンの一番です。次に今の映像を5倍速にしてみます。鍵盤に手を置いたまま、まるで雑巾がけをしているように左右に手が動いています。脱力ができてない弾き方の例です。動くのは必要ない力がかかっているからです。親指が鍵盤から外れると、使う必要のない親指に力が使われています。小指が上がるのも同様に、必要のない小指の力を使っています。小指が上がると着地までの距離ができて、時間差タイムラグを生じます。小指の上がる高さも一定ではないので、タイミングが揃わない原因になります。そこで脱力して弾く方法の一つを紹介します。手をだらんとさせ、力を入れずに手のひらを上にして鍵盤に乗せます。手の甲と指の関節が全部折れ曲がっている状態です。ひっくり返してドレミファソに指をセットします。関節は全部折れ曲がっています。5本の指先の接地面はアーチ型になります。4つの原骨の骨は小指に向かって低く斜めになります。原骨の骨がまっすぐ水平になってしまうと、卵を握るような形となって小指の下に空間ができます。指の先端が当たる面となると、小指が上がる原因となります。親指の接地面は指の先端でなく側面、小指の接地面は爪の右横の側面となります。ハノン一番のセットは、ひっくり返してドレミファソにアーチ型で指先をつけて、そのまま手の形を崩さずに2番の指を最短距離で2に持っていきます。全部の指先をつけたまま、引く指だけ動かして引きます。次に鍵盤に指をつけたまま、1本ずつ指を押し込む感覚を機械を使って説明します。自動演奏で鍵盤が動いています。ゆっくりにして手を乗せると、鍵盤の沈みに合わせて指が1本ずつ動いています。次は機械ではなく実際に弾いている映像です。機械に手を乗せただけと見た目が同じようになるのが脱力の弾き方です。次に腕はどうでしょうか。まずまっすぐ手を出して腕を移動させてみます。指先をつけたまま低音に移動していくと、腕は斜めになっていきます。これは不自然ですね。腕が斜めになると指先のアーチも斜めになります。左手も同様です。指先をつけたまま高音に移動していくと、腕は斜めになります。指先のアーチは斜めになります。腕がまっすぐの時は水平にアーチ、常にアーチになるようにセットします。
両手をセットします。全部の指をつけて移動してみます。指先のアーチの角度が変化します。次に筋肉はどうなっているでしょう。親指の鍵盤を押す筋肉はこの辺と腕、動かしてみると硬くなったり動くのがわかります。他の指も動かして手や腕を触ってみて、硬くなったり動くところが使われている筋肉です。人差し指を上げてみます。指を上げて下ろす筋肉と鍵盤に指をつけて押し込む筋肉は違います。腕の内側を触りながら鍵盤を強く押してみたり、思いっきり指を上げてみると違いがわかると思います。タイムラグがない鍵盤につけて押す筋トレが脱力の引き方には大切となります。小指が常に上がっていると余計な筋肉を使って脱力されていない。余計に指が上がっていると他の指も吊り上げられてしまいます。他の指と連動すると、全部の指の筋肉が使われています。指を一本ずつ独立して動かせるようにハノンを使って効果的な筋トレをしてください。